僕、ちょっとね、好きなチャンネルがあるんですけど、高須幹也さんっていうね、高須クリニックさんなんですけど、このね、高須幹也さんすごいですね。いろいろ挑戦してて、これすごいなと思います。多分ね、おそらくですよ、あのー、高須家に、多分、高須家に生まれた、あのー、お子さんだと思うんですけど、<laughs> ちょっと調べていいですか。多分 あの僕もく、く多分そうだと思うんですけどね。多分、高須幹也さんは、えっ、ー、と、高須さんの、父、父が、父、そうですよね。父、父が、うん、父が勝也さんですよね。そうですよね。息子さんですよね。そう。だから、その、<laughs> イエス、高須クリニックの家に生まれた子供さんなんですよね。どう考えても裕福じゃないですか <laughs>。 多分、まあ、普通の家庭に比べると裕福ですよね。うんで、今 YouTube でいろいろやってるんですけどすごいんですよ。うん、なんかね、挑戦し、すごいろんな企画に挑戦してるんですよね。動画のジャンルとかも問わず再生数を上げるためにいろいろ挑戦してるこの,このアグレッシブさもすごいです。だからこの前見たのが、この、なんか、ひろゆきさん、これ2日前か。 ひあ結構これ真似してますね。なんかそのひろゆきさんのものマネしてやったりとかでもしてるんですよ。そう。これ2日前のやつが4万7000回か。これ6日前のが3万回ぐらい回してますね。あとスシローにも行ってますね。そう、スシロー <laughs>。最速でスシロー撤退する男。これ12万回ぐらい回してますね。結構ね、これね、すごいっすね。うん。なんかいろいろもう、なんかアクセス集めるために、 ありとあらゆることいろいろ挑戦してるっていうこのなんかねぶっちゃけですよぶっちゃけまああのー、YouTube やらなくてもまあ飯食えるしお金に困ってはいないと思うんですよ <laughs> だけどお金困ってないと思うんだけどもこの挑戦するっていう姿が僕はすごいなと思いますねうん家計も生まれた家計もお金に困ってる家計ではないだろうし 自分自身もあの、お金に困ってる職種でもないだろうし、お客さんが来ないっていう職種でもないだろうし、知名度もまあまああるし、だけど、すごくデンジャラス、結構いろいろと挑戦してるんですごいなっていう。で、さらに言うと、この高須さんの動画、あのね、消されてないんですよ。 これね、ずっとやってるんですけど、高橋さんね。で、僕が一番最初にこのチャンネル見た時って何を見たかっていうと、その手術してる動画をアップロードしてたんですよ。で、それがもう露骨におっぱいとか、露骨にこう出てるんですよ、局部が。で、それがあって、これ消されてないやつありますね、久保さん。うん。これ8年前にアップされてる、あの、おっぱいの手術、これ、めちゃめちゃおっぱい普通に出てますね。これ、100あ99万回回ってますけど、 これ消されてないし92万回出してる手術のやつもうこれ消されてないですねこのねも,もろくそおっぱい出てますからねもろくそもろくそおっぱい出てますうんで結構ねグロい動画もさ一番最初の方はグロい動画まあ手術の動画なんでグそれはグロくなっちゃうんですけどまあそれアップしててすげえなんかすげえなこんな動画アップしてたみたいな <laughs> うん で、それで知ったんですよね。でもずっと続けてるのがこれすごいですよ。今、チャンネル登録48万人なんですけど、ずっとやってますね。う,んだこうだもちろん一番最初は多分これ確か手術系の動画ばっかアップしてたんですよね。でどっかから YouTuber 寄りっていうか、まあ、再生数上げるためにいろいろやってったって話なんですけど。うん。これ高橋さんはすごいですよ。うん。 見習った方がいいと思いますね <laughs> か金稼ぎたいんだったら見習うべきですよねいってらっしゃい